日産、カザーナは日産自動車が開発したコンセプトカーである。本社の量産市販モデルが19であるが、量産モデルの19の方が先行して完成しており、それをショーで展示するにあたって修正を施したものがカザーナであるという、2009年のジュネーブモーターショーで発表。小型5ドアクロスオーバーで2010年6月には、 市販モデルのジュークが日本で同年秋には欧米で発売された。開発作業はすべてイギリスで行われ、ロンドンの日産デザインヨーロッパが開発。サイズとしてはデュアリスの下のクラスとなり、オートバイやビーチバギーにヒントを得たスタイルとなっている。室内フロントには4つのライトが装備され、バンパー部のライトは、データイムランニングライト、フェンダーの小型ライトは、 ヘッドライトの役割を果たす。また、ホイールアーチが大きく設計されている。ドアは電動開閉式で逆ヒンジの観音開きスタイルを採用したため、リアドアはフロントドアが開いた状態でないと開閉することができない。インテリアにはレザーやカーボンなどの素材が使用され、バイクのタンクおよびシートをモチーフにしたセンターコンソールとセンターアームレストが採用された。 インドの公用語、ウルデュ語で、宝物を意味する、が由来。日産 1915RX、市場速報。ウェブクグ、2018年10月31日へ閲覧。ありがとうございます。